はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日は久しぶりにアンダーテール続きやっていきましょう。今日でパート5だったね。そういやごめんね、いきなり笑っちゃって。さすがにね、久しぶりだからちょっと内容を忘れちゃってて、何をすればいいの私は今から。なあサンズ教えてくれ。また一緒に飯でも食おうぜ。いや一緒にね、なんかバーガーを食ったのは知ってるんだけど、まあ先にね確か進んで王様に会いに行くんだったっけな、出口を探すために。そこぐらいまでしか覚えてないよな。で一次元ボックスはいらない。一体何のために箱に入ってるアイテムは使えないのにアンチボックサー名前アンチボックサー。あ待って、どっち行くのこれ。お左行ける。あこれ避けながら行くのか。でもね下が気になるから下行ってみよう。これ細くない？あこれ渡れないの、下のやつは。これ危な危な、これ危なくない？で青い草がある。あそこには絶対何かあった。落ちてくる水の裏側、裏側って言ったらどこかな。こんな水の中になんかあるの？お、なんかあった。隠しカメラが仕掛けてある。そんだけ？あ、待って、危ない。これ多分ね、岩当たったらダメージ食らうでしょう。まあそれはね、いいとして、ここの水辺を避けながら行くみたいな。オッケー。多分ね、これでいいと思う。待って、めっちゃダーティーになったな、ピヨキング。顔が影がかってる。え？もしかしてあれはパピルス。アンダイン隊長、今日の任務の報告に来ました。そのさっき電話で伝えた人間のことなんですが、戦ったのかって。もちろん戦いました、実に勇敢に。捕らえたのかって。その一生懸命頑張ったけど逃げられちゃって。パピルス？パピルス？そいつは誰なんだ？人間の魂を取りに行く隊長が。でも別に殺さなくたって、だって友達だもんな、パピルス。そうでしょう。はい、全力で手伝います。これでパピルスと俺は戦わなくちゃいけない。っていうかなんか見つかったぞ。でかくない？あの人飛んでくるの、もしかして。待て、それはやばい。待って、その槍で刺されたらやばいから。あ、よかった、消えた。え、消えたんだけど。このまま先に進もうか。なんでいんの？なんであんたいんの？なあ、見たか、お前を見るアンダインの目。やべえよ、マジ最高。どういうこと？なんでお前だけあんなに注目されてんの？行こうぜ、アンダインが悪いやつにぶっ飛ばすとこ見に行こう。ははは、こけてんじゃねえよ、恐竜の子供みたいな。まだ恐怖で体が震えてる。いや、さっきめっちゃ殺しにかかってきたよね、あのアンダインっていう人かな。足場の種は水面に4つ並ぶと花を咲かせる。どういうことかわかんないけど、これ踏めばいいのかな。なんだこれ。なるほど、ここに4つ並べて花を咲かせた状態で渡るっていうことかな。これは簡単だな。それじゃ次に進みましょう。あら、敵も久しぶりだな。アーロンが筋肉をピクピクさせて現れた。めっちゃ気持ち悪いじゃん。いや確かにめっちゃ筋肉もりもりだけど。よし、久々の戦闘だな。ふう、汗かいた。で、これを避ける。避けるの意外と面白いんだよね。で、もう一丁。オッケー。これね、見逃してたら雑魚的に勝てなくなってくるのかな、やっぱり。ん？なんだこれ。これ消してもなんか意味ある？あ、なんか右上に黄色いのある。なんだこれ。なるほど、失敗した時に花たちが全部なんか食器位置まで戻ってくるって感じかな。で、このまんまこっちの方がいいよね。下の方が2つでいける。
あ、待って、え、上しかダメなんだ。なるほど。それじゃあ上に3つ流していこう。1個目、2つ目、そして3つ目。これでね、渡れると思うんですよね。え、なんで渡れない？なぜ？4つだな。4つ置かなきゃいけないってことは、じゃあこっから行くか。1で2つ目で3つ目、4つ目もここで行きましょう。そしたらね、行けるんじゃないかな。4つ直線で並ぶし。はい、4つ目、これで探すか。オッケー。結構難しかったな。プルルル、もしもし、パピルスです。そんな他人行儀な。どうして番号が分かったかって、そんなの簡単だ。1から順にボタンを押していったら繋がった。めっちゃ努力家じゃん。これはすごいな。1から順にボタンを押していって繋げるまで1日じゃ無理だよ、きっと。にゃはだ、にゃはで済まされねえよ。いや、相当大変だったろうな、パピルス。今どんな格好してるの？いや、友達に頼まれたから聞いてるんだけど、貴様がバンダナを身につけているのを見たってその友達が言うんだ。それ本当？貴様は今バンダナを身につけているの？あ、どうだったっけ？ちょっとはいにしてみようか。そうか、バンダナを身につけてるんだな。オッケー、あとは任せて。じゃあまたね。バンダナとかつけてたっけ？アイテム、装備、装備だ。バンダナつけてるね。勇ましいバンダナっていうの。それで何なんだ、バンダナをつけてたら。願いの間。遠い昔、モンスターたちには夜空の星に願い事をする習慣があった。心を込めて願えば叶うと言われてた。だけど今はいくら見上げたって天井に光る石しか見えない。こっちは、こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから叶わないはずないよ。王様がちゃんと証明してくれるって。いいところに、このめっちゃかわいいな。なんだこれ、ウォッシュアーが虹色ってきた。なんだ。どういう生き物だこれ。めっちゃかわいいよね。なんかひよこいるし。シミべ、消えろ。あ、待って、石鹸飛ばしてきてる。新しいなこれ。もう一丁で、これで多分倒せたから。あ、ラブが上がった。いいね。多分攻撃力とか上がったかもしれない。だからね、お姉ちゃんも早くお願い事して。なんか望遠鏡があるぞ。ちょっと望遠鏡のとこ行きたいな。覗く、はい。あ、なんか左右で壁を調べて。ん？どういうこと？壁を調べてって書いてたね。どこの壁を調べるんだろう。壁を調べて、どこのこと？星占いによると、今週の運勢は先週と同じよ。先週の運勢が分かんない。あ、なるほど、壁を調べてってここの壁っていうことか。それじゃあこれ下にはいけない。なんかいっぱい文字があるな。壁一面に古代の文字が刻まれている。なんとか解読できそう。人間とモンスターの戦争史。え、そんだけ？人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威など存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結して、ようやく一人の人間の魂に匹敵するほどその力の差は歴然としている。そしてなんか多いな、この戦争史。めっちゃ多いな。だが人間にも弱点が一つ。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間の魂は死後も肉体を離れ存在し続けることが可能。このため人間を倒したモンスターはその魂を奪うことができる。このモンスターが人間の魂を取り込めば、底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となる。奇妙な生き物の姿が描かれている。どこか見るものを不安にさせる絵だ。あ、こっち、待って、行った行った。人間を倒したモンスターは怪物になれるっていうことか。もしかしたら、うわ、アンダイン来た。絶対、あ、待って、こういう風に逃げるんだ。面白いな。で、
あ、危ない危ない危ない、これ刺さったらダメ、刺さったらダメなパターン。俺今ちょっと当たったよね、でも当たったよね、ちょっと、うおー、あー戦うんだ、あー待って、こういうことね、なるほど、当たったらああいう感じの絶対食らうやつになるんじゃん。あ、待って、これ絶対当たるでしょ、避けた避けたよ今、なかなかすごいじゃん。よし、このまま行こう。で、ここも来る、よしよしよし、隠れろ、セーブはさしておくれ。オッケーオッケーオッケー、これでアンダインは俺の居場所がどこかわかんねえぞ。え、ちょっと待って、俺そこにいんだけど、あ、え、誰誰あれそっと下ろしたけど誰、もしかしてさっきの恐竜の子っていうわけじゃないよね。まあいっか、右に行こう。行けない、あ、いた、やべえ、今の見た、アンダインに触られたぜ。俺もう絶対顔洗わない、お前ついてなかったな。もうちょっと左の方に立ってたらドストライクだったのに、まあ元気出せって、アンダインにはきっとまた会える。またこけてるそれじゃあね、せめてセーブしたい、もう一回。なんこれ、ピンク。このチーズは長い間放置されていたため、魔法のクリスタルに包まれている。テーブルにくっついて取れない。チーズずっと放置してたら魔法のクリスタルができんの？ちょっと俺も家でやろうかな。チーズずっと放置してて、チューチュー。いつかネズミはあの不思議なクリスタルからチーズを取り出すかもしれない。そう思うと決意がみなぎった。セーブ。それじゃあ続きやっていきましょう。お、サンズさんいますね。望遠鏡も見て天体観測でもしていたんですか、サンズさん。オイラも望遠鏡ビジネスを始めてみたよ。このプレミアム望遠鏡1回5万 G だぜ。だけどあんたはお友達料金でタダでいいぜ、どうする？ちょっと見てみよっか。なんもなくない？サンズさん、なんもなくない？目がなんかおかしくなってるぞあれ、ご満足いただけなかったか？心配すんな、全額返金するぜ。いや、タダだけどね。タダなんだけど、この白い物体はなんだ？星って何？触られるの？美味しいの？殺せるの？結構可愛い顔してえげつないこと言うな。で、このまま上に行こう。そしたら広場があって、なんだ？これ宝箱じゃないもんな。パンチカード入れる箱。パンチカードって何？古代文字を塗りつぶすように21種類のフレーバーのリスト。これは？店を移動してみたけど相変わらず客足は伸びない。でも大丈夫、新しいシステムも導入してみた。パンチカード。アイスクリームを一つお買い上げいただくたびにその箱からカード1枚プレゼント。カードが3枚貯まったらアイスクリーム一つと交換できる。なるほど、まあ今はいらないな。とりあえず買わないにしておいて、俺まだ1回も、もしかしたら体力を回復するアイテムっていうのかな、戦闘中にまだ使ったことないような気がするんだよね。で、これを下に行ってみよっか。めっちゃ神秘的なとこだな、ここ。通りすがりの会話が聞こえる。願いもないの？一つも。願いは俺いっぱいあるけど、通りすがりの会話が聞こえる、うん、一つだけあるけど、くだらないことだから。そしてここは、左は長いな。ここ先に敵が出てきたけど、チビカビ。チビカビってめっちゃ弱いやつでしょ、きっと。うふん、あ弱っ。攻撃も弱くない。あ、待って、当たる。これは当たるな。考え込んでいる。ちょっと見逃すか。ユーウィン、3の経験値と3ゴールドか。それじゃあ左に行ってみましょう。バレーシューズを見つけた。拾う。バレーシューズって装備できんのかな。アイテム、バレーシューズ。バレーシューズを装備した。え、ウェポン、ウェポンなんだ、バレーシューズって。今714って感じだね。丈夫な手袋はどういうことだろう。714と14と5って。ちょっと一回バレーシューズを
装備してみよっか。で、一旦敵と戦った時に様子を見てみよう。どっちの方が強いか。バレーシューズって言ったら蹴るってことかな。プルルル、もしもし、パピルスです。さっき貴様がどんな格好をしてるか聞いたでしょう。それを知りたがってた友達はね、貴様に殺人願望を抱いてるんだ。だけど貴様はそんなこととっくに知ってたよね。だから彼女にはちゃんと伝えておいたよ。貴様はバンダナを身につけてるって。だってあんないかにも怪しい質問されたら普通は着替えるでしょう。貴様はとってもお利口さんだから、これで貴様は襲われないし、俺様も嘘はついていない。誰も裏切ってないよ。みんなに好かれるのって案外簡単だね。あ、なるほど、優しい。もしかしたらバンダナをつけてるって教えてくれたんだ。怪しいやつがいるぞって感じで。よし、ウォッシュワーに。あー、なるほど、こういうことで3回出てくるんだ。待って、筋肉筋肉やばい、この筋肉攻撃。じゃあこっちの方が強いよね、きっと。ね、一緒に泳ごうよ。そんな筋肉ムキムキのやつと俺は一緒に泳ぎたくないな。よし、左右左右で、このまま OK。 こっちの方が楽かもしれない。パンチ連打する装備品よりこっちの方が楽かもしれないな。バレーシューズの方が。で、人間の魂を奪う我々モンスターの力、人間たちはこれを恐れた。だからあのアンダイン、なんだ、なんか出てきた、これ。え、何これ、めっちゃ怪しいんだけど。え、なんかついてきてるよね。え、あ、動けないってことは襲いに来てんのか、ボスが。でかいなぁ。いや、意外と可愛いな。あ、どうもこんにちは、通りすがりの人。私オニオンさんだよ。オニオンさんって呼んでよ。そっか、ウォーターフェルは初めて。ここはいいとこだお。オニオンさんも大好き、お気に入り。でも最近水がどんどん減ってきてる。だからずっとしゃがんでないと頭が出ちゃう。でもいいんだ、都に住むよりマシだ。人の多い水族館で生活するなんてまっぴら。友達はみんな水族館暮らしだけど、顔が。どうせ水族館は満員だ、住みたくても無理だ。でも大丈夫だ、アンダインが何とかしてくれる。オニオンさんはここを出て広い海で暮らすんだ。あ、出口に着いたね。じゃ、まったね。いや、絶対モンスターだと思った、びっくりした。戦うと思ったんだけど意外と戦わないで済んだね。シャイレーンは部屋の隅に隠れた。しかしなぜか出会ってしまった。攻撃しよう。顔攻撃したよね今。下と上別で、これは。シャイレーンの声が枯れてきた。めっちゃ弱くないこの子。でも結構もらえるんだよね、経験値を。北の間には大いなる財宝が眠る。よし、北に行こう。財宝なくない。回廊の奥に響く不気味な調べ、共に奏でよう。最初の8音だけでいい。ピアノだ、弾いてみる。はい。ん、どういうこと、全然意味がわかんない。よし、今は全然意味わかんない。だから右に行きましょう。ここもいっぱいなんか古代文字があるな。人間にはこれに対抗する手段はない。彼らは我々の魂を奪うことはできない。モンスターが死ぬとその魂は直ちに消滅する。また生きたモンスターから魂を奪うには途方もない力が必要となる。こっちは、ただし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特殊な種族の魂。ボスモンスターの魂は強く、死後もすぐには消えない。わずかな時間だがその場にとどまりつける。これを人間が取り込むことは可能だろう。しかしこれまでに実例はない。そして今後もそのようなことは決して起こり得ない。なんかいる。え、なにこれ、敵じゃないよね。石像、足のあたりは濡れていないようだ。なんもできない。なんか傘っぽいのがあるぞ。傘を借りる。で、一本どうぞ。この石像に渡すか。傘を差してあげる。はい、石像に傘を差してあげた。
石像の中からオルゴールの音が聞こえ始めた。お、なんか話しかけたら答えが見えた。答えが、なるほど、丸上右、丸下下右ね。オッケーオッケー、これをさっきのピアノに奏でればいいってことね。それはね、絶対わかんないよ。さっきここで俺闇雲に弾いてたけどさ絶対わからんよね。それじゃあさっきの通り、丸上右、丸下下右か。よしよし、オッケーオッケー、これでなんかあったぞ。ドラゴンボールみたいなやつが、伝説の宝、どうする、取る。待って、これ以上、なんて、犬が多すぎて、持ち物に犬が多すぎてこれ以上持てない。どういうこと、犬、うざい犬って何これ、こんなんあったっけ。え、犬とかいなかったよね。ちょっと待って待って、ね、いや犬とか俺持ってなかったよ。なんなん今の、お宝は消えてしまった。なんだこれ、俺犬おらんかったやん絶対。めっちゃいいお宝だったんじゃないの今の。なんだあの犬、いや可愛いからいいけど、俺も頑張ってここのオルゴールの謎を解いた意味全然意味ないやん。もう一本傘借りよう。そしてこのまま行くか。何これ、あ、水たまりか、びっくりした。なんかいるわ。お、傘持ってんじゃん、ラッキー。一緒についてくるの、出発。全然入ってないやん全然入ってなくないこの人。しかも見て、めっちゃタイムリーに一緒についてくるんだけど。上下アンダインやっぱかっこいいな。悪い奴らをぶっ飛ばしてくれるし絶対負けない。もし俺が人間だったら怖くて毎晩おねしょしちゃう。アンダインにぶっ飛ばされるよっつって。いや私人間ですよピオキング。ピオキング人間だよ。いつまた襲ってくるかな。前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、王様じゃないや、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさんは学校にも来て、みんなに責任とかの話をしてくれてさ、そんで思ったんだけど、アンラインが学校に来たら最高じゃん。きっと先生をみんなぶっ飛ばしてくれるぜ。先生って人間なのかな、じゃあ。あ、でもアンラインは先生をぶっ飛ばしたりしないか。罪もない人を暴力振るったりしないよな。そしてこれはなんだ。え、あー、ここに俺がいるのね。めっちゃ白じゃん。あそこに王様いるの。よし、無視していこうこの子はめっちゃ無視してるけどいいのかな。まあどうせ話しかけれないだろうしね。よし、このまま傘をもらっていきましょう。あら、いけない。この段差高すぎて登れそうにない。どうしよう。お前アンダインに会いたいんだろ。傘を置いて俺の肩に乗っかれよ。なあ、傘を持ったままじゃ段差を登るのは無理だぜ。それじゃ直そっか。そしてめっちゃ優しいこの子。じゃあ先行っててくれ。俺のことは気にすんな。抜け道見つけの得意だから。いや、こける方が得意でしょうけどね。それじゃ先に進みましょう。お、セーブがあるわ。遠くに響く優しいオルゴールの音色を聞くと決意がみなぎった。セーブ。はい、それじゃあ今日のアンダーテールはここで終わりたいと思います。アンダイン、かっこよかったね。悪そうな人だったけど、いい人なのかなアンダインって。まだわかんないな。まあ槍しか投げられてないもんな俺今多分このピオキングをやっつけてなんか吸収しようとしてると思うんだけどね。まあこの辺はよくわからないから、どんどん先を進めていきましょう。それじゃあまたね。